どうもこんにちは、ヒカルです。今回なんですが、YouTube のコメント上に一つリクエストが来たので、それに答えようと思います。それがまあ、前回作ったね、天才型の、砂時計使い放題で、スーパーエースを余裕超えするっていう動画で作った選手のヒカルっていう選手なんですけどね、この当時ですね、この当時のトーク練習をしてくださいっていうのがあったので、今から、撮ろうと思います。ちなみに能力、知らない方のために、解くとこんな感じですね。これはまあパワフルの、天才型で、エキスパートの状態が作って、まあ、動画撮ってるんで、全部それ実況で撮ってるんで3時間ぐらいの動画なんですけど、まあ、砂時計をね多分合計120個ぐらい使ってる選手で、まあ、総額でね、まあ、砂時計のお金だけで4万ぐらいかかってます。4万かけて作った投資です。まあ、その割にどうなのかっていうと、まあ、面白かったんで僕は OK だと思ってるんです。この投資じゃあ今から行こうと思います。行きます。まあ、調子は絶好調で一応じゃあやります。まずね、どうしよう。とりあえずじゃあシュートからいきます。まあ150キロ、まあ、普通です。シュートはまあ普通ですね。マリンボール、これね結構ね速いです。154キロですね。155出るんでマリンボールで、まあ、スプリットも結構速いんですけど、ちょっとだけ、ね、マリンボールの方が速いんですよね、スプリットより。あ、一緒ぐらいかな。まあ一緒ぐらいですね。カーブはねかなりね変化量大きいですね。でストレート、これ普通のストレートです。まあ、クロスファイア持ってるんで、対角線上に投げるか投げないか、ちょっと多分スピードが変わります。多分体感変わるかな、ちょっとだけ。まあ、こっちの方が速く見えます。で、超スローボールが、まあ、もうこれはもうこんなんですね。多分ねこれ92キロなんで、これ実際ねこいつを打ち込もうと思ったらね、コンピューターはもちろん打ってくるんですけど、読むんで、実在する人はねこれを打とうと思ったら多分ねよほどですね、なかなか出ないと思います。163キロが絶好調で出ますね。これ多分ですけど、本当にちょっとキャッチャーミット見えない状態でこれをいきなりこんなところにバーンと来られたら、まあ打てないと思います。正直一度兄弟でね試してみたんですけど、全然打てなかったですよ。僕はこのピッチャーを普通にストレートだけでね、もうこれ速すぎてもうバット追いつかなかったです。そこにこういうなんか鬱陶しいような球がいっぱいあるんで、まあ、なかなかね、普通に対戦で、友達の対戦でこれを使えば、なかなか打つのは難しいんじゃないかなと思います。まあ、ロックオンとかがね、高ければいけるとは思うんですけど、ロックオン2とかでもね、結構ね、むずいんじゃないかと思うんですけどね。まあ、こんな感じですね。やっぱ山口の顔かっこいいですね。ズバッ。地味にコントロールとスタミナはやっぱりスーパーエースなんで A なんで、そこはね良かったかなと思いますね。僕はこの超スローボール結構好きなんですけど、これを投げた後にこれを画角に見せられたら、まあ打ってないなと思います。よほど上手かったらねちょっと分からないですけど、普通にね人間の目で追えるねスピードじゃなくなってきてるんですよ。多分170キロあったらやばかったですね。163キロなんでこいつは、170って多分マリンボールで160キロ出てたと思うんで、163ぐらい出てるのがマリンボールで多分出てると思うんで、そう考えるとねちょっとやばいですね。こんな感じですね。まあこれあとパスワード、もし使いたい方がいればパスワード全然配布もちろん余裕でするんで、まあ、よく分かいるか分からないですけど、もしいるなら、コメントも、くだされば、余裕でパスワードは、そのコメント欄に書きます。
どうやってパスワード入手するのかよくわからないんですけど、まあ多分調べたら出てくると思うんで、まあもし物好きな人がいたら、これ使いたいっていう人がいたらね、言ってもらえればあれします。これ多分オプションでね、弾の速さをこれにしたら多分ね、恐ろしい速度出ますよこれ。ちょっとやばいですねこれ。もうね、あ、これは打てへんわ。これで多分ちょっと反応できないと思ったら、ちょっとね、そいつ異常ですよ。もう早っ。100、体感のね、100なんぼだよなこれ。めっちゃ痛い。ズバッ。多分ど真ん中来てもね、ちょっとこれ振り遅れるんちゃうかってレベルですけどね、これこのレベルやったら。あ、これは早いな。じゃあこれ逆にね、170だったらね、逆になんか分からんけど、どうなるんかっていうのちょっとね、次天才型が来たら、試したいですね、170キロ。だからその時はね、伸びとか欲しいんで、街道とか金徳の街道とかもちゃんとね取り行きたいと思います。まあ、大豪月が出るまで無理ですけど。さよ、はい、まあこんな感じで投球練習終わりたいと思います。ちなみにまあ僕がね、まあ、砂時計とかを使わずに、自力で作った投手は、これです。自力で、まあ、一番強かった投手これですね。僕が作ったやつで一番強いのはこれです。これもスーパーエース本当惜しかったんですけど、まあいかなかったっていう残念な選手で、博士もね、確かね、実験しませんかだけ成功して、ハイパーオペは成功してないんで、成功してればもっといいのができてた、まあ惜しい投手。これは普通にノーマルのパワフルで作ったんで、結構ねこれ前に作ったんで、そんなになんかイベント的も強いのじゃなかったんですけど、まあまあなんか運が良くて、多分コツの日だったと思うんですけど、金曜日にコツイベントだったと思うんですけど、こんなのを作りました。これが本当に、砂時計なしのやつですね。あとはもう変なやつしかないです本当に。もうあとはもう大したことないやつばっかりですね。まあ、そう考えるとこれはちょっとね、なんかすげえなと思います。自分でもまあ、砂時計使ったんで作れて当たり前かも、当たり前っていうのはあるかもしれないですけど、ここまで作れると自分で正直思ってなかったんで僕は。まあ、砂時計使ってもどうせまあスーパーエースちょっと強いぐらいかなと思ってたんですね。それがまさかね、まあ、こんな特殊能力つくとは本当に思ってなかったんで、そこに関してはね、まあなんか、やりながら3時間ぐらいかかったんですけど、やりながらね、まあなんかね、どんなの育つんだろうみたいな感じで楽しかったです。まあもし興味ある方は、まあ僕のそのサクセスのやつ、まあ横ぐらいどっか載しとこうと思うんで、この動画の上らへん載しとこうと思うんで、まあそこから見てもらえたらと思います。というわけで、まあもしなんかまたリクエスト等あれば、ぜひコメントお願いします。では、終わります。ありがとうございました。